Be my baby, be my baby, be my baby, be my baby。はい、メッチチャンネルです。メッチ、フューチャーティーですね。フューチャーティーの方が届いたので見ていきたいと思います。めちゃくちゃ楽しみ。その前にチャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。はい、では見ていきます。はい、では見ていったら、ステッカー安定の2枚入っておりますね。はい。こちら。まあ、一時なかった時あったもんだ。うん、よかったよかった。はい、来たで。来たで、ヒューチラさんが。ヒューチラさんが来たな、これ。な、これ、ちょっとなこの前 M とかやけど、今回 S。今回 S。ちょっと見ていきたいと思います。めちゃくちゃ楽しみ。はい、では見ていきますね。見ていきますね。こちらですね。プリント面が、前はこんな感じになってますね。見えますかね、これ。こんな感じですね。これ何をイメージしてはるんやろな、これ。俺あんま全然詳しくないけど、かっこいいよな。でもこれもうちょっと大きくてもいいなと思ったけど、まあ、こんなもんなんかな。これぐらいの大きさがいいんかな。もっと前面にドーンってあるより、まあ、こっちの方がいいんかな、これ。うん、こちらの、まあ、ボックスさんありますね。ボックスさんありますって感じだね。これ前がこんな感じですね。前がこんな感じになってます。バックプリントやな。バックのプリント。ドンと。はい、来ました。バックプリントも、これもまあ、大きめっすね。バック、大概この上にちょこっとっていうパターンもあるんやけど、後ろにこれぐらいの幅のバックプリントがありますね。うん、これかっこいい。うん、で、前がこんな感じになっておりますね。おりますね。で、こちらが、コットン 100% の、メイドイン USA の S サイズとなっております。いや、かっこいい。かっこいい。何書いてるかわからんねんけど、かっこいいな、これ。着丈ですね。着丈の方が約、71となっております。身幅ですね。身幅の方が約48。約48となっております。袖丈ですね。袖丈の方が約23。約23となっております。肩幅ですね。肩幅の方が約 43.5 約 43.5 になっております。はい、メチです。はい、メチです。身長164センチ、47キロです。どうかな、これ。どうこれ。どうなんかな、来た感じな、なんかな、小さく感じる。え、どうやろ、俺、この前な、マルコムさんの時は、M な、おいくんプレゼントした M 着てたから、そういう感じなのかな。あれ、なんかな、小さく感じるような気がすんねん。思い違いかもかんけど、どうこれ。バックも良くない、これ。バックも良くない。うん、そういうの、これもっと大きくてもええかなと思うぐらいやねんけど、まあまあええか。俺なんか過剰に大きくしたらええはやねん。このデザインなんやろな、なんかかっこいいな、これ。アートっちゅうの。俺もアートとかすんのはな、うん、あ、まあ引っ越しするんだよ、しゃわからんねんけどな、アートって言ったら。うん、なんか可愛くないこれ。可愛いって言うんかな、これ。どうやろう、アートやな。引っ越しするんだよ、しゃわね、これ。うん、で、いいよな、これ。あわ、ええ感じじゃない、これ。後ろ自分で見られんから分からんねんけど、悪くないよな、これ。どう？ええよな。うん。前しか分からんねんけど、前かっこいい、これ。前がこの、やっぱバックプリントやっぱ俺好きやわ。バックプリントもあった方がいいもん、俺。うん、せこいからちょっとでもな、色々ついてる方がええって。
うん、よくなんか、引き算の動画とか言うけど、俺も足し算でええもん、ほんま。どうかな、これ。どうかな、これ。わてめっちゃ気に入ってる、これ。もうやっぱな、夏時期は俺も T シャツ買いすぎもんだよねんけど、T シャツはええよな。ほんまええで、ちょっと、どう？どうかな、これ。おかしいよね、動きおかしいよね、こんな。おかしいねんけど、なんか、めっちゃテンション上がる。こんな動きをしたいぐらい。うん、だからめっちゃ、俺は気に入ってる。安定で気に入ってる。なんかこれでまた、大好きな T シャツが一つ増えたって感じかな。な感じで、な感じで、フューチュラ T ですね。フューチュラ T を見ていきましたね。どうかな、これ。これ何を描いてはるんかな、これ。今のワテではまだ分からん。なんか、あるんやろな、これ。うん、これもうバック、バック。バック、オーライ。見えるかな？どうしても見えんか分からんけど。見えてんかな？うん、こんな感じや。うん。まあ、ちょっと、これもう俺、アートって言ったらもう引っ越し屋さんが出てこないんだけど。うん、これやっぱアートなんやろな、これ。よう、これはすごいな。フューチュラーさんやな。これ、いいなと思った。これ。まあ、これ、知らん人から見たらないやろなと思うやんな、これ。もう俺もわからんけどな、これ。でもなんか気に入ってる。気に入ってる。で、なんか、わからん。俺太ったんかな、なんか。わからんけど、なんかな、サイズ感が小さく感じんかな、なんか。わからん。俺、この前なんか、マルコム X が M やったから、まあ、そのせいなんかな。なんか変な感じ。なんか変な感じやねんな、なんか。だけどママはサイズ感的に別に悪ないやんな、これ。多分俺タイトめがやっぱ好きなんかな。この前 M 着たりとかしたけど、やっぱこの形がやっぱ慣れてるからしっくり着てる。しっくり着てる。で、柄的に、もうちょっとな、大きくてもいいかなと思うけど、これぐらいがいいんかな。じゃあこういう、熱海さんとかやるときやったら、これぐらいがいいんやろな。隙間あった方がいいんかな、これ。なんかそう感じた。パトミー。どうですかね？どうですか？いいよ、これ。すごくいい、これ。早く着たい、これ。やっぱ夏って T シャツやんか。T シャツはやっぱええもんやん。でも T シャツ名前持ってないと思うんだけど、やっぱついついなぁ、いっちゃうよな、これ。かっこいい。かっこいい。俺もめちゃくちゃ気に入っているメチでございまして、めちゃ大興奮ですね。はい。チャンネル登録のこと、グッドボタン。よろしくお願いします。ご機嫌、斜めちゃうな。ご機嫌上々エディ。めちゃめちゃ。最後までご視聴いただきありがとうございます。ツイッター、インスタグラムもやっているので、ぜひ、ぜひ、フォローの方、よろしくお願いします。めっち、頑張りますので、よろしくお願いします。めっち。